った。泣くな、泣くな。拓也が自爆しました。本当に信じてください。入れちゃった、ちょっと入れちゃった。拓也が自爆した。いや、だったら言うかも。そうだね。絶対言うもんね。拓也が。かわいそうに。すまんな、キップンさん。クルー君ですね。はい、じゃあスパスパと吸いながら。あ、無理か。ありがとうございます。はい、いい感じにばらけてますね、うん、いい感じですね。拓也さんがヌー乗ってました。でなんかそれを恨めしそうに見てたから投票しました。奇跡。奇跡起こしたわ。翔平さんが白すぎるな今の。間違いなく翔平さんを直している人物だから、インポスター足りえないな。あ、インポスターじゃない、まとめて足りえないな。インポスターはありえる。6030 6030。ノアヒアルユズ。すぐ治るんじゃない。これ多分キル起きてそう。割とすぐ入ったな。お、8秒以内。はい。あらはい。ユタさんの死体が貨物の配線のところで、で、私がユタさんとノアさんと貨物の下から上がっていって、ラウンジの一番右のトイレタスクをして出たら死んでたので、本当3秒、うん、2秒以内ぐらいのキルです。ああ、合ってると思います。ド直近ってこと？うん。うん、ノアくんは。ノア君の話聞いたよ。ノア君が怪しいです。今弁当入ってたから多分キルしてるから。どこで音声を聞いて聞いて。多分ノア君が切って弁当入ってると思う。あのアーカイブの弁当タスクやったらピンちゃん出てきました。え、あ、そうなの。あ、そう、あ、最高だ。最高でいいですけど、ユタさんとユタさんも俺は見ててラウンジのところで、で、え、待って、ノア君目線、ピンちゃんって切った人に見えます？いや、ない、絶対、絶対ない、絶対ない。マットだと思う。ピンちゃんマットですよ。僕が、私がラウンジの一番右のトイレタスクしてるんで、通った人多分見えるはずなんですよ。あ、大丈夫。あの、ピンちゃんは絶対切ってないし、僕のことを追いかけてこなかったからマットだと思ってます。あ、なるほど。ゆずさん目線のノア君はできる人なんですか？いや、できないと思います。できない。すげえ、できない。え、できない人なんだ。だからそのアーカイブの弁当容疑がどっちにしろマットでしかないから切れる人を精査してほしい。あ、でもノア君はインポスターだと思いますよ。まあまあオッケー。じゃあまあピンちゃんとノア君をローラーすれば一人海は落ちて、でキルしたインポスターが右にいる、で左にしたいた人言うとキップンシウネリンゾニキは左側にいるんで犯行に関わらないと思ってます。はい、見てます。シウネリンゾニキ、はい、右側に関われないです。確認してます。ヒアルイ、ユズ、ユズノアと、診察貨物の扉ですれ違って、診察でダウンロードして、今、電気室に入って終わりです。うん、合ってます。そのヒアル君置いて、僕はエレックにいます。バイタルちょっとだけ見てて、停電後に誰も死んでないの見てるから、ユズさんの証言、死んぽい。と思ってます。死んぽいってか、死んだと思ってます。では、ローラー回収する感じで。ユズさん目線でノア君ができない人なんですか？はい、できないです。あー。ローラーしちゃって、さらにインポスターも。ノア君入れた。でさ、ノア君。あ、ノア君入れちゃった。ピンチャーでニートじゃない。あ、ニートなの？あ、ノアリです。え？弁当入っていくと弁当タスクやって出てきた。
あーごめん間に合わんかった。早く早く。ナイスバタン。ナイス。あ、すいません、ノアニートなんですけど。あ、そうなの。うん、あのピンちゃんからニートで出るんだったら、あ、じゃあロラだなと思ったけど、ピンちゃんクルーって言ってて、他ニートいますか。いないっす。いない。立派に仕事してます。はいはい、ありがとうございます。ほな、うん、あとは翔平さん。うん、うん、俺最終位置言ったよ、メインだよ。メインメインの、うん、どういう経路とか最終シーンにあったりします、うん、最後に見たのはね、うん、結構前になるけど、エレキでノア君と多分会ってる。めっちゃ前っすね。それめっちゃ前、体感。あ、でも体感めっちゃ前か。俺、除染やってるから、そうだね。しょうがないね。エレクの勝ちタスクやって、ノアはそこから、診察入って、ゆずさんと一緒に貨物入って、金庫やってからラウンジアーカイブ弁当まで行ってるんで、うん、めっちゃ前です。翔平さんはその間は、うん、はい、どんな感じに。ずっと除染ですか。え、エレキ上がって写真、除染、シャワー入ろうと思ったけど入ってないぐらいで終わりです。だいぶ長く感じます。ドアより先に勝ちタスクいたんで。私も翔平さんインポスターかなって思って思っちゃってるけど。え、マジで言ってる、はい、え、全然おかしくなくない。いや、いや、そんなにおかしいというか、じゃあ消去法的になってるところもあるので、翔平さん目線のインポスター1誰になりますか。ヒアラとかやって容疑者じゃないんですか。容疑者目線で。いや、容疑者。あ、容疑者なのか。容疑者ではあるかもしれないけど、私目線は結構薄く見えちゃってる。あ、そうなんだ。あざす。そのノア君とゆずさんに聞きたいのは、多分その切ってるユタさんを切ってる人って、貨物側もしくは弁当を使って来てる人っていう認識で合ってる。ます。あ、そうですそうです、うんうんうん、上からは来れないです。そういうことですよね、うん、です。ピンちゃんはノア君が弁当タスクをやって飛び出してきて何もしなかった人ってことだよね。ノア君って言いましたよ、ピンちゃんは僕のこと。そこのセンサーいらないと思う。いや、じゃなくてノア君が弁当タスクをやったらピンちゃんが出てきたっていうこと。あ、そうです。ノア目線はそうで、ピンちゃん目線はノアが弁当に入っていったっていう。ピンちゃんが切って、いや、違うね。え、ピンちゃんが切って弁当入ってアーカイブのとこにいたのを出してるから、普通にピンちゃんが切ってるんじゃないのこれって。うん、絶対ノア目線絶対ないです。ちょっとボタン押します、うん、っていう話になっちゃうね。もうこれノア君が乗っ取りだったらもう終わりだから、もう終わん。無理無理、その線をみんな捨ててるから。いや、あると思うけどな、乗っ取り。いや、でも危険か、ニート乗っ取りは。さすがにないか。ナイスボタン。ナイス。あ、ちょっと弁当のことでごちゃごちゃしてたんですけど、うん、僕が貨物からアーカイブに行くときに、停電の配電場の方からゆずさんとゆたさんが、ラウンジの方に上がっていくのをノアが先行して走ってました。で、アーカイブ入ってピンちゃんの弁当見つけて、ゆたさんのレポートなんで、僕目線ピンちゃんは絶対キルできないですね。うん、合ってると思います。うん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 、うん、どっちみちキルが2秒以内とかなので、ピンちゃんがどう頑張っても貨物からアーカイブの弁当に行けないです。うんうんうん、翔平さんがインポスターじゃなかったら、拓也さんとヒアル君にラインがあるとか、それぐらいですか。左は切符しないのに、お互いに多分白が出し切れないと思います、拓也ヒアル。そうなんだ。そうですね、見てないもんね。診察でダウンロードしただけなので、うん、でそうだよ、ね、そもそも僕拓也さんを見てないんですよね、その診察とかで、うん、そう、僕はヒアル君がダウンロードしてるのを追い越してバイタル見て死んでないからのエレキだったから、多分何も出ない、うん。僕が診察で見たのが、ゆずノアの2人だけですね、うん、けどその場合だとあれじゃないですか、ヒアル君が殺すにしても拓也さんがするにしても2人ぐらいを超えないといけないような。あ、いや、多分、僕が切れる場合はヒアル君をダウンロードで見た後に上に上がっていって切る、うん、だから翔平さんとピンちゃんに見られずにってことに。そう、うん、だからああ、うん、そういうことか。でもまあなくはないかもしれないけど、かなりのレアケースよね。うん、ゆずさんに見られた後にそれ追っかけて切るってあんまりインポスターしづらそうな気しちゃうけどね。あとはシンプルに翔平さんの議論が黒いと思っちゃいました。
死に際がちょっと黒かったかな。まあ、その同じ話してたからちょっと気にはなっちゃったかな。いやいやいや、そんなことないよ。私は1でちょっと黒いかなと思って入れちゃったけど。うん、スキップヒアル入れてます。黒いとも5つスキップしました。あ、じゃあ、まあ、ヒアルかそうだと思う。スキップ入れたの、あの、翔平さん、キップンヒアルノアです。はい。はい。うん、怪しいとは思いつつもまだ釣らなくていいかなと思ってました。うん、ノアは、脳死です。はい。そう。まあ、一郎一強が落ちているって考えるか、まあ、一強陣しか落ちてないって考えるか次第だな。翔平さんがどうかだな。いや、短いなとは俺も思ったんだよな。おい、なんだよ。おい、タスクしろよ。おい、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 おい。何が起こった？何が起こった？やる気がよかった、俺かと思った、焦った。タクヤが自爆しました。本当に信じてください。タクヤが自爆した。入れちゃった、入れちゃった。タクヤが自爆した。いや、だったら言うかも。そうだね、絶対言うもんね。タクヤが、タクヤが死んだんですよ。ご用だ、ご用だ、やる。ご用だ、ご用だ、ご用だ。人外が。やったな。これは悲しい。あ、追ってたら死んだわ。やったー。いや、おもろすぎやろ。やったね。ニックがよ。やっちゃうな。マジでビビった。厳しいですね。ちなみにトムゼリしてます、トムゼリ。追っかけてる、インポスターっぽく見ようと思って。ああ、そうなんだ。いや、まあ、しょうがない。そういう風な時あるよ。